びかける声がある。主のためにあれ野に道を整え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて起こす、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神。見よ、主なる神。彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治され。見よ、主の勝ち得た者は身元に従い、主の働きの実りは見返す。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、私の財布どこにあるのレジ？1000円、2000円入れてレジ、後で払うから。財布見つからないから。3000円ぐらいかな、入れて後で払うから。預言者エリアを火の車に乗せて、天の高みに呼ばれた神で、あなたから与えられた英知の、チェンジするから中に。あとでチェンジするから。自動車はいつも正しく運転されて、ありとあらゆる危険から免れ、運転者には喜びが、利用者には便利がもたらされますように。あなたご自身がこのままの自社となって、私たちのために開かれた生ける新しい道である。